新しい音。フィールグッドモーニング。例えば綺麗な空を見たとき、吹き抜けた風に季節の変わり目を感じたとき、ふとした瞬間に心に浮かぶ音楽、そんな季節やシチュエーションに合わせた曲を私水木の目線でお届けします。それでは今日も KBS 京都からお送りしていきます。おはようございます。さあ今日は阿部真央のアルバムおっぱじめをお届け。今月はアルバムをたくさん紹介していますね。阿部真央というと、かゆいところに手が届く歌詞、女子の気持ちを可愛く、そして時にかっこよく歌い上げてくれます。曲によって、あれ？これ本当に同一人物？って思っちゃうほどイメージが変わる彼女なんですが、今回のアルバムも本当七変化、八変化、九変化くらいの勢いで阿部真央が垣間見えます。それではまず一曲お聴きください。 Believe in yourself。 来たのは阿部真央で Believe in yourself でした。いやー、朝から元気になれる、七変化のうちの元気になれる阿部真央でしたね。まあいろんな彼女の歌声の中で、やっぱり私水木の好きなのは、こうキュッと胸をつかむ切ない歌声の阿部真央。か細いのにしっかりとした歌声は、心を刺すようにその歌詞が入ってきます。涙を流したい時、その後元気になりたい時、前に進みたいとき、そんな女子たちに寄り添う彼女のアルバム、おっぱじめ。それでは最後の一曲、水木の好きな切な系バラード、ワーズ。お聴きいただいたのは阿部真央でワーズでした。それではまた土曜日の朝に。フィールグッドモーニング、お相手は水木でした。グッドモーニング、新しい